ダニことダニエル・ダクルス・カルバーリョは、ポルトガル・リスボン出身の元同国代表の元サッカー選手。アヤックス・アムステルダムのヨハンク・クライフから、史上最高の才能と称賛されるほどのオフェンス技術を持ちながらも、そのキャリアは短く、あまり輝くことはなかったと評されている。ダニは、地元のスポルティング CP でキャリアを始め、 1994から95シーズンのわずか17歳の時にトップチームで初出場を飾った。また同シーズンの達サでポルトガルではルイス・フィーゴ、リカルド・サピンと、クラシミール・バラコフラと共に優勝に貢献した。1996年2月から13万ポンドの期限付き遺跡で在籍したイングランド一部のウエストハム・ユナイテッド FC では トッテナムホットスパー FC 戦とマンチェスターシティ FC 戦で得点を挙げに得点を記録した。9試合に出場する中で結果を残していたにも、かかわらず練習に出ずナイトクラブに通っているのを目撃されたためハリー、レドナップ監督から解雇を言い渡された。その後、史上初のポルトガル人選手として加入したアヤックスアムステルダムでは、 ウエストハム時代と同様に足主義区ナイトクラブに通う問題児だったものの試合ではヨハンクライフから才能を称賛され定期的に出場機会を得ており UEFA チャンピオンズリーグ1996から97準々決勝アトレティコマドリードとの第2戦では得点を挙げ準決勝進出に貢献した2000年9月14日に SL ベンフィカと4年契約を締結するも短期間の在籍、そしてわずかな出番に終わり、2001年1月に同胞のウーゴレアルと共にスペイン2部のアトレティコ・マドリードと契約した。アトレティコでは加入してすぐさま定位置をつかみ一部昇格に貢献した。しかし一部の舞台での出場はわずか8試合にとどまった結果、 契約が2期残っていたにもかかわらず2003年7月31日にクラブと契約解除することに至った。2003から04シーズンに向けての遺跡市場の期間中に所属クラブが見つからなかったがには2003年9月8日にマーティン・オニール監督率いるスコットランド一部の競合セルティック FC のトライアルにイヴァンデラペーニャと共に参加。しかし契約を勝ち取ることはできず、 2004年2月12日にわずか27歳にして引退した。U-20 代表としては、カタールで開催された 1995FIFA ワールドユース選手権に出場し3位入賞。個人としてはゴールデンボールとゴールデンブーツで共に2位に選出された。また、1996年のアトランタオリンピックにも出場し、ここでは4位に終わった。 A 代表としては、1995年12月12日のイングランドとの親善試合で初出場を飾って以降、2000年3月29日のデンマークとの親善試合まで合計9試合に出場した。現役の時はサッカー選手として活動しながらもモデルとして定期的に働き、引退後はテレビ局でスポーツや他分野のコメンテーターとして働いている。 ありがとうございます。